うわすげー、本物やえ、ガチやん、すげー、すごー。大谷翔平選手から贈られたグローブを見て笑顔を見せる子どもたち。別府市の石垣小学校では今日、児童会のメンバーが代表でグローブを受け取りました。お、すげー、ちょっとでも汚したくない。あ、そう、汚したくないな。子どもたちは早速グラウンドでキャッチボールをしてグローブの使い心地を確かめていました。初心者でも扱いやすいグローブでした。楽しかったです。左の人にも、使ってもらえるように考えてくれてとても嬉しいです。別府市の大谷グローブをめぐっては、小学生の皆さん方にいずれお届け、近いうちにお届けするんだけれども、市民の皆さん方も見たいと言っているんで、見せてあげたら喜ぶよねと。別府市はグローブを小学校に発送する前に市役所に展示、これを長野市長が SNS に投稿したところ批判が殺到し物議を醸しました。こうした声を受け、市は急遽発送を4日早め、今日14校に届けました。混乱はあったものの、無事子どもたちのもとに届いた大谷グローブ。石垣小学校では今後クラスごとにグローブに触れる時間を設けるということです。